今日はこのカフェデリオンでスイーツを食べたいと思います。ここにはパフェが有名で、ちょっとタカにも紹介しながら皆さんとシェアしたいと思います。モンブランなんとかプレミアムパフェとか、うん、パフェはなんか 1,2,3,4,5,6,7,8 タカがでっかいパフェにして、私はこのミルフィーユにしたい。これ今一目惚れした。この練乳いちごプレミアムモンブラン仕立てパフェを一つください、はい。そしてこの季節のミルフィーユ、こちら今日品切れとなっておりまして、ご用意できるのが、ちなみにドイツにも同じようなパフェ屋さんみたいな、パフェ屋さんはないけど、あのジェラートがあるでしょ。ドイツにイタリアのジェラートがあるよって。イタリア人の人がドイツに来てお店を開いてるってイメージだよね、ドイツで。ああ、ある。ドイツはケーキだよ。ドイツのあったっけ、ケーキとかパイとか。これドイツのケーキだよ。いろんな種類があるよ。だからアップルとか、あとはチョコとあれのスポンジケーキとか。ありがとうございます。わ、かわいらしい。ハーフサイズパフェ。ああ、ちなみに日本のパフェといったら見た目で勝負だね、まず。はい、これがっつりとマンゴーと生クリーム。これがちゃんとした生クリームだよ。あの 甘すぎない。でもドイツのさ、高級の生クリームもさ、すごい甘そうじゃない。私の家族は生クリームをクリームから作って、こう砂糖少なめで作ってるよ。じゃ あのこれマスカルポーネとマンゴーとスポンジケーキみたいなのが組み合わせだよ。お願いします。すごい食べれる。これ練乳こっからかけたらさ、あ、全部下に落ちそうやけどね。気をつけながら、うん、これ、うん、すごいいい感じのパフェで、スポンジケーキもドイツっぽいよね。スポンジケーキが使ってるとか、マスカルポーネとかも別に日本のものじゃなくてイタリアンだよね。マスカルポーネが東南アジアとかはマンゴーのイメージだけど、でも日本は海外のものを全部組み合わせて日本のパフェにできたって感じだよね、うん、本当に美味しいよこれ。でもタカのを見たらそれは食べたくなりますよ。これね、姫様。あ、何をした？いちご。持ってかれました、俺のいちごパフェ。あ、美味しそうだから。でもどこから食べればいいかわかんないよ。でもそれは危なそうだよ。すごいイチゴが落ちるよ、触ったら。いきそうな、イチゴが逃げそうな感じはするよ。上から、なかなかヨーロッパでは見ないよね、このスタイル。ああ、この食べづらいスタイル日本独特なんじゃない多分。テンションがだけかな。なんかこうできるだけ高くのパフェを作るのがやたらこうプレゼンテーションに力を入れてる感じ、うん。でも味にもあのすごい力を入れてるよ。いちごが甘酸っぱくて、いちごムースすごい美味しいですよこれ。なんか日本のパフェの特徴はこのレイヤーだと思うよ、うん。だから日本のさ、古い喫茶店で食べるパフェあるじゃん、古くからある喫茶店のパフェ、うん、あれがドイツのイメージなんじゃない。ああ、そう、それすごい似てると思う、ね。今のところ、うん、崩れてないと言いたい、言いたかったの。今のところうまく食べてるねって言ったら大崩壊したね。ちなみにまだ練乳かけてないからね。ミルクアイスじゃない、マスカルポーネじゃない。分かんない。あ、マスカルポーネかな。美味しい。ゼリーだけ残してあげたよ。食べ終わりました。今回はすごい上手にゼリー以外は食べれたよ。
ゼリー食べれないからね。このゼリーがしっかりしてるから溶けてないというか。まだ俺こんな残ってるけど、もう食べちゃいましたね。赤にはそれ残ってるということじゃないよ。私たちには、俺一人で食べきれないから食べていいよ。どうぞどうぞ。やった。これゼリーも、でも下にゼリーあい。こいつもゼリー下にいるよ。ここにレナの家族もみんなゼリー嫌いなの。パパとアランが大好きだよゼリー。ママとレナが嫌いなの、うん、何が嫌いなの。味がなくてトゥルトゥルしてるところ。トゥルトゥルしてるところ。味がないくせにブルルルルしてるところ。味があればいいよ。ブルルルルしてるところ。いちごパフェのいちご全部食べた。もともとこれぐらいとかね、うん、半分ぐらいいたんじゃない、ちょうど、うん、ね、ちょうど半分いった。すごいお腹いっぱいだよ。お腹いっぱいと言いつつ全然スプーンが止まってないけど大丈夫。もうずっとこういう癖あるけど、もうスポンジも入ってる。ご飯食べに行ってももうお腹いっぱいだよと言いつつ、ちょっと箸は止まらないよ。すごい食欲ですね、うん、でもドイツのバナナスプリットとかあるじゃん。ああ、ある。あれはパフェに入るのかな。バナナスプリット知らない人いるかもしれない、うん、パフェに入るんじゃない。バナナが2本あって横のホイップクリームとアイスクリームで、これぐらいのお皿に、うん、山盛り。パフェが縦じゃなくて横になったみたいな感じ、うん、ぜひバナナスプリット調べてみてください。俺大好き。日本にもあったんじゃない。ハイカロリー美味しい。ハイカロリー本当に。これもハイカロリーだったよ絶対に。はい、美味しかったよこのパフェ。よかったね、ボリューミー。ボリューム、ボリューミーすぎる感じ。これはポイントだよ。これぐらいだよ。もうドイツにはない大きさだよ絶対に。そうだね。やっぱ日本ってデザート大国な感じするよね。あ、そう、私の天国だよ。見た目も味もね。そう。何？あ、この方もお寿司屋さんが入ってるって。あ、そうそうそう。え、何このおしゃれな感じ。そう、ここにお寿司屋さんがあって、で上に行くとスイーツ屋さんがあるんだけど、でも私が連れて行ったのがこれだよ。この木がすごくない？200年あるの。これがどれ？樹齢200年。え？これめっちゃいいでしょこの木。その雰囲気作りも高そうだね。それは高い。何百万とかするのかな、あの盆栽。するんじゃない？え、泥棒が持ってかないよ、あんな外置いといて大丈夫？あ、行けないようになってんだ。まあ行けないようになってるけど。あ、そりゃそうだよね。すごいでしょ。俺だったら持ってくもんな夜。やばいやつだね。このお寿司屋さんもおしゃれだね。ああ、しけ道に名古屋で一番古い寿司屋さんがあることは知ってた？え、そうなの。ああ、これじゃない、いろんなおしゃれなお店、行きたいお店があるよ。なんかしけ道はすごいね。そう、全部おしゃれだよこれ。ちなみにホテルだよ。すごいおしゃれだね。これホテルも書いてあるよ。なんか入り口もなんか和風の和モダンな。これが大好きだよ。 石畳。 石で家を作ったらこれが欲しい。覚えといて。家作りません。家を作るとしたらこういう家を作りたいです。そうなの。ああ、こういうおしゃれな入り口が欲しい。一応これホテルなんだね。ああ、そう、一軒家だけどね。で、これ一個の部屋、ホテルルーム。あ、行ったことあるの。 そう。あれ、俺行ったことないけど。いや、ほとんど誰と行ったんだろうね。誰と行ったんだろうね。これ、仕事でここでテレビの撮影した。すごいおしゃれ。この道に新しくできてる建物が全部すごいおしゃれだよ、うん、だあれとかもそうだし。今ね、路地裏はね、ぐんぐん進んでます。はい、ここはあの有名なしけ道だよ。こう白い壁の名古屋で一番古い街並みが見えるのがここだよ。あ、しけ道ね。そう、カフェがあるよ。昔はここに川が流れてたから、その川が流れてることをイメージしたデザインだよ。あ、そうなんだ。カフェ、ここ。しけ道詳しいですね、社長。そうだよ、ここでツアーやってるから。しけ道マスターですか。マスターだよ。あ、外国人を連れて行きながら、あ、そうそうそう、しけ道でツアーやってんだ。あ、そう。で、ここはスペイン料理屋が入ってたけど今は変わった。なんか石畳もいいね、下のでしょ、おしゃれでしょ、うん、で、ここもこう写真スポットとかにかっこいいでしょ。はい、戻りましょう。ゴーゴー。
ということで今日は一日四季道遠藤寺を楽しみましたね。うん、あのスイーツ美味しかったよね。美味しかった。はい、皆さんも遠藤寺四季道遊びに行きつつパフェを食べに来てください。この動画はここで、はい、ここで終わりにします。